い、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は10月29日朝6時10分の相場解説をお送りしますね。昨日一昨日とですね、半値戻しの後に急落っていう警告といいますかね、私から言えば警告です。これは本当にこうなる確率が高いんでずっと申し上げていたんですけども、まあそういうことをね、相場解説で申し上げておきました。で、結果が出ましたね。半値戻しの後急落しました。まあ急落って言ってね、イメージとしてはズバーンとね、ものすごく下がるみたいな、50ピップスぐらいいくんじゃないかなみたいなイメージがあったと思いますけども、まあね、2、30ピップスいけば十分取れますよ。今回みたいにものすごくね、特徴が顕著の場合は取れていけると思います。いかがだったでしょうか。それでは画面を切り替えて振り返ってみますね。3、2、1か。はい、今ご存知のように日足がありますけども、日足で注目する点っていうのはこちらのね、意図せずラインが出ちゃいますね。こちらの方で下支えしているところを突破したら大きく下に行くんだよってところでね、私はここに線を引きましたけども、人によってはこの辺に引いてるみたいです。私はまあこの辺ですかね。ここを突破したら大きく下に行くんじゃないかなってことで、これからもね、セルの動きっていうのがこの日足を見ると大きく出るんじゃないかなと思ってます。アリゲーターは3本こういうふうに広がってますよね。で、なんとかトライアングルってやつですね。これ上手に出てますね。だからこれをね、ブレイクとして見るのか、もう一発ぐらい振りかぶって下に行くのかっていうところがありますけども、まあね、おおむね下にの流れが大きいのが3発来てますんで、まあこれがもう一回ぐらい実現するんじゃないかなと思いますね。で、4時間ですね。4時間は半値戻しの後の急落が結構顕著です。ここからね、大きくドーンと下がってきて、じゃあ半値戻しあるよーっていうことで、半値戻しがこう来ました。ね、大体半値戻し。で、ここと符合するでしょ？ネックラインと。ここからも来てますよね。で、半値戻しの後、大きく下に下がってきてます。私の考えてるネックラインここなんで、初心者の方はここからセルに入ればいいんじゃないかなってことですよね。私はまあ根っこから取っていきたいなと考えてますけどね。はい、ということで今上昇の赤いラインも出てますんで、もう一回上がってきてですね、でここから、まあ、下に下がるとは言えませんけども、まだ分かんないんでね。ただ移動平均線を見るに大きな下落の流れをきれいに書いてますね。ですからもう一発ぐらい売りに向かう勢力が残っているんではないかなと思います。で、1時間で細かく見てみます。1時間はね、急に冷静になるんですよ、動きが。というのが、まず最初のゾーンはここから引っ張ってきます。ここはうまいこといきましたね。ここに当たって、ここから始まったこのね、上昇の流れが、まあ、こうはなりましたけども、半値戻しを完成させて、その後一直線に一心不乱に戻っていったと。まあこれ細かく見るとね、 N を描きながら戻っていったところが分かるんですけどね。で、これ最後の N じゃないかなと思うんですけども、これがもしかしたら移動平均線を見るに、この下の流れがね、1時間ではですよ、1時間ではもう横ばいに向かってますから、こっからセルのエントリーをするのはちょっと私はね、あんまり好ましくないかなと思います。まあただ特にもかとにもかくにも、ここでセルのチャンスは十分取らせていただいたんで、今回はね、いけたんではないかなと。もちろん根っこから入るとね、一番おいしい105円台で入れてますから、ね、70ピップスぐらいはあったんですけども、それを全部取れる人はまあとてもじゃないけどいないと思います。ここでね、40ピップス前後が取れれば、まあ御の字じゃないですか。ですから半値戻しの後にもう一回書きましょうか。何色で書こうかな。青、赤でいきましょうか。だから半値戻しの後にね、半値戻しの後に急落っていうことで捉えていければ十分チャンスはあったんじゃないですかね。ずっとそのこと申し上げてきましたから。だからここで1日かけて、ここで2日かけて落ちるのは1日ですよ。だから倍速で落ちてるわけですから、急落と言ってもいいんじゃないですかね。まあ、今回もうまくいったなというところでございます。以上かな。
はい、今日は以上でございます。ご覧いただきましてありがとうございました。